今からですね、この前のリレー配信のお礼をさせていただきたくてそう、この前のお礼をしたいんですけど、ちょっともうちょっと、あ、え、なにこれ、なに、え、すごい、ありがとう、あ、なんか声がおかしいありがとう、ももはち、え、こんなのあるの、すごい、虹、虹だ、ありがとう、ちょっと待って、え、すごいね、虹、ももはち、これなんだ、虹、ま、虹、虹、ちょっと先に、待ってね、虹って感じ合ってるかな、あ、よしよし、はい、もう八、虹、ありがとう、ね、びっくりした初めて見た虹、ありがとう、ありがとうございます、あ、すごい、え、待って待って、え、すごい、ありがとう、こけこ、こけこさん、こけこさん、すごい、なんか初めて見るやつだ、ゴールデンウィーク仕様のかな、ありがとう、いっぱいかける、え、すごい、え、そういっぱい投げてくれて、ありがとう、ありがとうね。あ、コバヤン、ありがとう。コバヤン、ありがとうね。ルキ、ルキ、ありがとう。いっぱいありがとう。え、そ、やっていいかな？お昼の、お昼にやってた、サイン会見てた人は、わかると、わかるっていうか、サイン会みたい。お昼にやったサイン会みたいな感じで、どんどんやっていこうかなと思っているので、そろそろいいですかねあ、お疲れ様です、ありがとう、じゃあそろそろお礼をしていきたいと思います、はい、まず、あ、私ね、書いたんですよ、このこの前配信中に購入してくださった方の、そう、書いて、で、いつ書いたと思いますか、これ、昨日リハがあって、リハの空き時間があって、1時間半ぐらい空きがあったので、そこで書きましたあと半分書いて、あ、3分の2ぐらいやって、その後お家帰って書いて、そう、書いてきました。さっきと、あ、メイクね、変わってないんですけど、なんかちょっと違うそう、なんかさ、自分ピンクメイクしてるんだけどさ、なんかオレンジっぽい、赤っぽく見えるんだよね。あ、ちなみに私美容院行ってきました。あ、え、翼、待って待って、翼、え、すごい、ありがとう、くまちゃん、くまちゃんタワーかける10、ありがとう、翼、どうしよう、待って、先に、じゃ、先に書きますね。あ、きっちゃん、きっちゃん、ありがとう、サインもありがとうね、くまちゃん、ありがとう、きっちゃん、ツインテール、そう、ちょっとツインテールしてないです、ライブとかイベントの時はツインテールするんですけど、そう、今日はね、サイン会終わった後に、なんかめっちゃ裏返るんだけどサイン会終わった後に美容院に行ってきて、で、そう、髪の毛巻くか、あとストレートにするかってなって、でも雨降ってたじゃないですか、めっちゃ降ってたから多分落ちちゃうなと思ってストレートにしました。そう、お昼もストレートだったから、お昼も巻いとけばよかったかな待ってね、翼、翼、ありがとう、く
くまちゃんタワー、え、そうだよね、くまちゃんタワーだね。あれがくま、ありがとうね、たくさん投げてくださってありがとうございます。あ、あゆあゆありがとう。なんでこれパフェみたいな、くまちゃんパフェでいいかな勝手に名付けてるけど、くまちゃんパフェありがとう。待ってね、これあゆまで書いたらあれにします、あのお礼の読みますね。あ、待って、あ、かける10って書いてない、ありがとう、持ってね。はい、つばさくまちゃんタワーかける10ありがとう。え、そうだよね、くまちゃん、うん、そうだそうだ、ありがとう。ありがとう、つばさつばさありがとう、つばさありがとうね、嬉しい。続いてあゆあゆ、くまちゃんパフェっていいかな、くまちゃんパフェ、あ、先にあゆ、あ、ありがくま言ってない待ってね、これ書いたらいいよ、くまちゃんパフェありがくま、よいしょ、ちょっとお待ちよ、はい、あゆありがとう、くまちゃんパフェありがくまありがくまありがとう、ありがとうございます嬉しい、ありがとう、たくさん。続いてはですね、早速お礼配信をしていきたいと思います。え、じょ、え、本当にあんまりさ、字さ上手ってさ言われたことないかな、え、嬉しい、ありがとう。いきます、まずもったんもったんラスアイマン1個ありがとう、もったんありがとう。次サイサイラスアイマン1個ありがとう、サイサイありがとう。続いて、てつ、てつさん、ラスアイマン1個、ありがとう。ありがとうございます。あの、一応、あの、自分でスクショしたのとか、あと、あの、ファンの方が送ってくれたのを見て、書いたんですけど、もし間違ってたりとか、自分の名前ないよって方がいたら、教えてください。こんな感じで、あの、どんどん言っていくので続いて、半世紀少年ラサイバー1個ありがとう、ありがももー、ありがとう。たかひろ、たかひろさんラサイバー1個ありがとう、ありがとう。あ、次もっちん、モッチンタイプ C 一個ありがとう、ありがとう。続いてコウキ、コウキタイプ C 一個ありがとう、ありがとう。続いて、あ、カザリン、カザリンラサイマン2つありがとう、ありがとう。あ、危ない。続いて、あ、え、え、ま
がとう、カッパエディさん、ありがとう。ちょっとこのこれ終わったら書かせていただきます。続いてあーちゅん、あーちゅん、ラサイバン行こう、ありがとう。あーちゅんはね、これもタイプ C、 タイプ C2 つありがとう、どっちもありがとう、ありがとうね、ありがとう。続いてほのかちゃん、ほのかちゃん、野菜版1個ありがとう、ありがとう。こんばんは、こんばんは、すいませんね、ちょっとサクサクタイプ A1 個ありがとう。あ、お腹鳴る、ありがとう。はじめましてって思ったんですけど、初見マークついてないんで違いました。あ、じゃあそうなの、初見じゃないじゃあ前にも来たことがあるんですね。え、ごめん、2枚だった、ごめんね、ちょっと待って、ごめんよ。あーちゅん2枚ありがとう。に、これにごめんね、あーちゅん2枚ありがとうね、ありがとう。あ、待って、なんて読むんだ、腰、腰子、腰子腰子の丸々もや、ラッサイマン1個ありがとう。え、全然私が見落としちゃった、あの見落としちゃっただけでごめんね、ありがとう。えちご、あー、まるまる問屋っていうのすごい、えちごの、えちごのまるまる問屋、野菜版一つありがとう。えつ、えちご製菓、あ、え、えちご製菓のえちご、あ、そうなの、あー、分かんなかった、ごめんね。えちご、えちごのまるまる問屋、ありがとう。はい、続いてポタ、ポタラサイバー一つありがとう。続いて、あ、ももはち、ももはちね、これ合ってるかな、なんか不安になってきた。ももはち、ラサイバー一つと、あと、タイプ ABC ありがとう。ありがとう、ももはち、いっぱいありがとうね。続いて、あ、あ、ポロポロポロさん、タイプ C 一枚ありがとう。ありがとう。明日にもチェキ届いてる。え、本当に？嬉しい。よかったよかった。ぜひぜひ大切に持っててください。次、ゆきと、ゆきとタイプ C 一枚。ありがとう。ゆきとありがとう。続いて。つよぽん、つよぽんも、あ、コンプさんありがとうね、ももはち、仕事頑張れ、ありがとう。つよぽん、ラスアイバン、ラスアイバン一つと、あとタイプ C 一つありがとう。ありがとう、つよぽん、ありがとう。あ、待ってね、アポ、アポロポロポロさん、はい、これでいいかな次、ゴリョ、ゴリョ、タイプ C 一枚ありがとう。
ありがとうバリアさん。続いてキキキキキキレサイマン1個ありがとう、ありがとう。目が続いて、野菜さん、野菜さん、野菜版1個ありがとう、ありがとう。続いて完熟ヴァンパイアタイプ C1 個ありがとう。ありがとう。続いてキョチャ、キョチャタイプ C1 個ありがとう。ありがとう。次シオン、シオンタイプ C1 個ありがとう。シオンありがとう。本当になんかあれだね、オンライン再演会みたいな感じになってる。こんばんは、こんばんは。あと半分かな。次あ、あゆ、あゆラスアイ版1個ありがとう、ありがとう。あゆ続いてイッチ、イッチタイプ C1 個ありがとう、ありがももん、ありがとう。次あ、なおたん、なおたんタイプ C1 個ありがとう、ありがとう。続いてつばちゃん、つばちゃんタイプ A1 個ありがとう、ありがとう。次ワッキー、ワッキータイプ A1 個ありがとう、どこです。え、翼？これ翼？え？ん？続いてひろひろ、あ、そうだったのか。ありがとう。ありがとうね翼。ありがとう。続いてはひろひろ、ひろひろラスアイマン一つありがとう。ありがとう。続いてダイゴ、ダイゴラスアイマン一つありがとう、ありがとう。そして、コルトさん、コルトラスアイマン一つありがとう、ありがとう。ちょっとね、ごめんね。ちょっと待ってね。次プニプニ刑事ラスアイマン一つありがとう、ありがとう。次でははっちゃんタイプ C 一つありがとう、ありがとう。はっちゃん、え、もう15分経っているのか。次あおいちゃんラスアイマン一つありがとう、ありがとう。あおいちゃんこんばんは。ちょっと待ってください。続いてはカンタ、カンタラスアイマン1個ありがとう、ありがとう。続いてジュニアタイプ C1 個ありがとう、ジュニア、ジュニアありがとう。そうです、今お礼配信をさせていただいてます。少しあのこれが終わったらおしゃべりするのでちょっと待っててください。すいません。続いて、アーサー、アーサーラサイマン3つありがとう。え、女の子でどういうこと。パニック。アーサー、
ありがとう、あーさん。次、ほのりん、タイプ C、ありがとう。ほのりん、ありがとう。そして、石井ゆうや。石井ゆうやさん、ラサイバー2個、ありがとう。ありがとう。続いて、なるなるタイプ C 一個ありがとう。なる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 ありがとう。続いてシカちゃんラスアイバー一個ありがとう。ありがとう。そして続いてはシロアンちゃん、シロアンちゃんラスアイバー一個ありがとう。ワンちゃんありがとう。続いてカトちゃんタイプ B1 個ありがとう。タイプ B わかりづらいか、タイプ B ありがとう。続いてマイ、マイちゃんラサイ版1つありがとう。ありがとうマイちゃん。続いてエッグ、エッグタイプ C ありがとう。エッグありがとう。そして最後は Y 笠井さん、あ合ってるよね、 Y 笠井さん、タイプ A1 個ありがとう。じゃーん、ありがとうございます。これね、多分言えたかな、もし自分の名前なかったって人がいたら後で教えてください。ありがとうございますね。たくさんオンラインサイン会でも、ああれ電波悪い、オンラインサイン会でもたくさん参加してくださってね、ここでもこの前のリレー配信の時もたくさん購入してくださって本当に嬉しかったです。ありがとう。そうそうなんですよ、お礼カード頑張って書きました。綺麗な黒髪、そうなんです、なんだっけ、ブルーブラック、ブルーブラックにしました。ありがとう。こんばんは、こんばんは。ちょっと待ってね、あねその服の色、本当に、でその水色、本当は今日着てたオンラインサイン会で着てた白をにちょっと黒の洋服着てたんですけど、白と黒の洋服着てて、でそれで配信しようかと思ったんですけど、雨がすごすぎて、行きも帰りもどっちも雨が強かったし、そう風も吹いてたから、それでびしょびしょになっちゃって、そちょっとねロング丈のスカートだったから濡れちゃったから着替えてこれにしました。そうほんのり青、薄、本当に薄紫かと思った、あれあこの服どうなんだろう、人によって違うかな、確かに薄紫に見える。風邪ひかないようにありがとう。でみんなもね、そうね、そうめっちゃ寒かった、半袖にちょっとなんか網やみのカーディガン着てたんですけど激寒で、そうめっちゃ寒かった。みんなもね薄ね、そう薄紫に見えるって言われたら確かに薄紫に見える、暗い色の髪、あ本当にありがとう。そういろいろ茶髪とか紫
とかいろいろやったんですけど、でも結局黒に。なんかブルー、光に当たった時にちょっとブルーになってるのがすごく可愛くて、ブルーブラックすごくお気に入りなんです。あ、ラストライブ当選してる、え、あ、そうだよね、ありがとう、おめでとうございます。ぜひぜひ一緒にラストライブね、素敵な思い出を作りましょう。ちょっと待って、ね、誰だったっけ、誰だ、あ、待って、ももはち、え、ももはちありがとう、くまちゃんともありがとう、ちょっと待って、あ、かっぱえり、と書きます。色、え、色、黒髪、色じゃあと黒顔使う映えるよね。そう、なんかあの茶髪だった時にあのなんか顔がなんかくすんで見えてて、そう、くすんで見えてて、で合わないのかなと思って、で、あのもともと地毛がちょっとだけそんな真っ黒じゃなかったから、そう、真っ黒を調整したいなと思ってやってみたら、あ、そうだよね。そう、調整したらめっちゃあのそう肌も全然見え方違って、やっぱ大事だなって思いました。でもなんか今あれだよね、なんかこのお家の問題かな。なんか場所によってさ、あのブルベイエベとかあるじゃないですか、で場所によってなんかあれ自分イエベかなって思う時あって。金髪チェックだった時のやつ、え、本当にそう、なんかね、アイリータンもね、山本のアイリータンもあの配信、ショールーム配信の時にそうやって言ってくれて、もう本当にもうまたハイトーンにしてくるわって思った。それで一旦黒髪 でもう少しまた夏とかに明るくできたらいいなって思って、あ、待って、あ、私さ髪がさ、おーのー、髪がない、どうしよう、髪がね、待ってね、え、これさダッシュでさ、え、これいなくなったら、嘘、あの、え、真っ白な紙じゃ、あの俺描きたいんですけど、真っ白な紙あと1枚しかなくって、真っ白じゃなくてもいいですか、うーん、そう、ほな、え、とりあえずでもさ、え、30秒で戻ってくれる、私がさ、あの今から取りに行くとするじゃん、ジタバタしてさ、え、全部さ聞こえるやん、え、真っ白な髪、真っ白な髪、え、いいですか、ちょっと取りに行ってきます、よいしょ、よいしょ。取ってきました、全力疾走で、え、早かった、え、生活音聞こえた、やっぱり。あー、もういいや、ちょっと待って、え、初めてさ、なんかこんなに、まあ、ちょっとあの抜け出すとかあったけど、こんななんか何か物取りに行くみたいなことなかったからさ、ちょっとね、よかった。
配信終わってなくてよかった。でも私この丸々なんですよ、だから切らないと。切ります。いて、あ、なんかあのドア閉めた時にちょうど足当たっちゃって、え、でもそんなめっちゃ痛いわけじゃない、なんかちょっとぶつけて思わず痛って声に出ちゃっただけで、すいません。すごいなんかもっと事前にさやっとくべきことをさ、ごめんなさい配信中にあ、え、すごい、ありがとう、レインボースター、ありがとう、あ、すごい、ありがとう、え、すごいすごいすごい、ハルト、ありがとう、レインボースター、え、41個、ありがとう、ありがとうね。ちょっと待ってください。普段の感じ、え、本当にな、ぶつかりそうな時でも痛い、え、本当にぶつかりそうな時でも言っちゃうの。あ、チューの初めて見ました、松田さんすごい声聞かれた、あー確かに、ありがとうございます。そう、懐かしい、あ、チューの MV、リップね、え、本当にリップ、リップね、めっちゃ本当はねピンクなんですよ、結構ピンクなんですけど、でも赤っぽいよね赤っぽく見える。本当に高画質？確かに、確かに高画質待って待って、書かなきゃ書かなきゃ、切れたので書きますね。あ、待って、カッパエディさんありがとう、待ってね、クマちゃんもありがとう、ありがくま、ありがとう。え、もしかしたらさ一番下まで遡るないか、あのもし抜けてたら教えてください。カッパエリ、お城、あ、お城、お城タワー、リラモモ、ちょっと待って、よいしょ、はい、カッパエリーさん、え、映像と音声ずれてる？そう、なんかさ私の iPad なんですけどカクカクしててカクカク、なんかたまにカクカクしてるんですけど、どうだ、やっぱずれてるかな。カッパエディさん、お城タワーありがとう、ありがとうね。ずれてる？どうしたらいいの？どうしたらいい？あ、 0.5 秒、 0.5 秒ってどう、気になりますか？更新とかないもんねこれ。カッパエディありがとう、ありがとうね。続いてはモモハチかな、めっちゃ重い iPad どうしようどうしよう、重い重い、ちょっとこっちスマホで確認します。あ、もう見れないんだけど、待って、やっぱ iPad で、あ、よし、モモハチクマちゃんタワー ×10、 モモハチくまちゃんさん、リラモモ、あ、
あ、野菜さん、野菜さん、レインボースターありがとう。ありがとう、すごい、ありがとうございます。みんなたくさん送ってくれてありがとう。待って待って、ちょっと待ってください。はい、おもはちくまちゃんタワーかける10、ありがとう。ありがくま、もう仕事行っちゃったかな。ももはち、ありがとう、ありがとうございます。たくさんありがとう。あ、そんなに気にならない。あ、本当にいいズレ具合だと冷やさなきゃ。あ、そうなのかな。あ、確かに暑いわ、だからかな、暑いかな。あね、明日、今日さどうなったんだろうね、黒フェス。絶対みんなね、あれだよね、寒い中さ、ね、ファンの皆さんもアイドルさんも寒い中でやったのかな。私は2日目なので、ね、明日出演させていただきます。ちょっと待って、次は野菜さん、人向きなきゃね、そうそう。あー確かにね、レースとかね、そうだよね、寒そう。確かに、でも可愛い、可愛いよね、人向きだけはね。しょ、え、そうなの、カッパ、カッパ着てたの。待って、重っ。ね、iPad やばいんだけど、助けて。ちょっと待って。重い。重い、ダメだ。ね、一番下までさ、見れなくなっちゃった。どうしよう。うん。嘘だ、見れた。見れた見れた。もうコメントなんか、え、見れてます？こんばんは、こんばんは。あ、黒風どしゃ降りの中で頑張って、え、本当に？じゃあみんな風邪ひかないように、本当に。あ、嘘ついたつもりないんだけど。あ、見れてる？まあ、いっか、私のスマホの方であのコメントとか見ますね。続いては、あ、嘘、やっぱ、あれ見れない。でもトメチーかな、トメチーだよね、トメチー、トメチーお城タワー。容量が重いのかな、 iPad の。これが重っ。見れてる？あ、見れてる。ね、私の iPad の頑張って。頑張ってほしい。お願い。でもね、リレー配信の時もね、ちょっと危うかったんだよね。トメチ、お城タワーありがとう。トメチだよね、トメチありがとうね、ありがとう。トメチ、ありがとう。トメチまでは覚えてるんですけど、あとで、どれだ、アイリーさん、トメチ、あ、かな。あ、カペイリーさんありがとう。クマちゃん、クマちゃんありがとう、ありがとう。あ、すごい、え、ありがとう。
待って、これはありがとういっぱい、くまちゃん一瞬かかった、どうかわいいごめんなさいなんかさ、こうやって離れてさ、喋りたいんですけど、でもどうしてもなんかだんだんこうやって前になっちゃうんですよね、ごめんなさい。あ、もう終わりですかね、じゃあもう大丈夫かな、あれ、うん、あとカッ、あ、ほん、え、カッパさん、あれ、待って待って、あさって初めて東海さん、あ、本当にありがとう、トーク会、個別オンライントーク会楽しみましょう、ぜひぜひ参加する方楽しみましょう、すいませんいろいろ事故があったんですけど、もう大丈夫かな、待ってね、ほのりん、ほのりん、ま、どれだろう、待ってね、ほのりんどれだ、ほのりん、え、サクサク、え、どういうこと、サクサクいいのかな、サクサクっていい、早い、早いよってこと、大学入試進級、あ、カクカクか、あカクカクね、進級ありがとう、ありがとうございます、そうなんです、無事に進級できました救急できたよ、ちょっと待って、え、待って待って、あれそんな前だったっけ、本人って、もうあんたわけに取れて、僕よし、あ、ありがとうね、話しましょうね、ありがとう、ぜひね、まだイベント皆さん会いたいのでぜひ来てほしいです、お、イッチありがとう、ありがとう、レインボースターいっぱいありがとう、ありがとう、あ、めっちゃカクカクしてる待ってね、ほのりん、あれ、ほのりんな、大阪行くよ、楽しみ、ありがとう、え、そうなんです、私大阪、前結構あれ4月だっけ、大阪はね、ほぼ週1ぐらいで大阪行ってて、でまた来月大阪行ける楽しみ、名古屋も楽しみですあと仙台も行ける、プレミアムライブツアーの最終日、仙台も行ける、やったー、そう、私牛タンがすごく大好き で仙台って牛タンですよね、本場かな、本場の牛タン食べれるか、そう、食べたい、本場の牛タンを食べて帰りたい結構私福岡と広島福岡行ったんですけど、広島ではもうすぐね、その後福岡に博多に移動だったから、広島の名物は食べれなかったんです。あ、でもね、もみじまんじゅう買ったんです。生もみじまんじゅう、あと、ワンちゃん用にも買ったんですよ。お土産は買えて、で、あと、そう、博多では、あった、ほのり、待って、ほのり、ありがとう、ほのり。ほのりん、ありがとね、タイプ C1 個ありがとう、大丈夫かな、ありがとう、
仙台、そう、あのね、あいみとね話してて、あいみとあのあいみはなんか牛タンとずんだシェイク、ずんだシェイクね好きだからね飲みたいって言ってた。あ、待って、揚げもみじまんじゅう食べたな、食べた、めっちゃ美味しかった、食べましたわ。でもね、あの広島焼きだっけ、なんかそういうのは食べれなかった。そう、ずんだ、ずんだシェイク、なんかね、ずんだシェイクっていうのがねあるんですよ。私一回だけ、一回だけね、どっかお店のなんかね、駅かなんかどっかの中で、デパートかなんかの中で、そう、収録で、え、収録？私とあゆみと2人だった時かな、なんかみーたんが体調不良で2人で、その時かな、その時飲んだ気がする。そう、ずんだシェイクとあと牛タン食べて帰りたいです。よいしょ、あ、待って、ダメだ、こっちパクパクしてる。広島なら牡蠣も食べ、あ、牡蠣、牡蠣、私牡蠣食べたことないです。美味しいですか牡蠣？え、食べてみたいな。でも海鮮系はあんまり得意じゃないんですけど、でも食べたら、あ、美味しいってなることがあるから、でもちょっと挑戦してみたい。盛岡ってあれだったっけ、仙台。エビはですね、エビ、うーん、エビはエビフライだったらギリ食べられます。そう、お寿司屋さん行ったら一番あのお寿司屋さんだとネギトロだばっか頼んでます。あれ、じゃあさ、あれ何の時だろう、あれかな、ちょっと忘れちゃった。ウニ、あ、ウニも食べたことない。いいな、牡蠣、ネギトロ、そうね、ネギトロね好きなんですよ。自分も海鮮屋さんで卵とハンバーグ軍艦、食べたことない、卵とハンバーグ軍、そんなのあるの初めて聞いた。あ、サーモンね、でもね、サーモンは炙りサーモンなら食べられます。なんかね、自分よくわからないんですよ、ウニも、あ、そうなの、ウニも好き嫌い分かる。でもね、この前めっちゃお寿司食べたくなって、そばまにお寿司連れてってって言って、お寿司、そう、ネギトロが大好きだから、それでもうお寿司めっちゃ食べたくなって連れてってもらいました。そう、炙り、あ、スモークサーモンも食べれる、あとそう、炙りサーモンもだ、卵の寿司、卵だけの食べたことある。でも、ハンバーグと一緒になったの食べたことないかも。そうそうそう、回転寿司屋さん。待って、うん、ウニご飯、牡蠣ご飯と、ウニご飯、炙りサーモンチーズ、あー好き。炙りサーモンチーズ好きです、好きだよ、とりあえず炙れば何でも、あ、確かにね、分かる、炙ったら美味しそう。あ、待って、越後の丸々問屋、これさ、これなんだろう、テント、
テントかな、テントだね、テント、テントありがとう、テントかける10ありがとう、いちごのまるまるもいありがとう。主な巻き寿司系、え、でも私あの恵方巻き、恵方巻き好きです。でも恵方巻きはあれか、あんまり海鮮入ってないか。あ、うなぎバター、そう、なんかラブコッチがうなぎバター、そう、前よく食べに行ってたから、そうだからね、私もうなぎバター食べてみたいんですよね。いけるかな、今度大阪行くからその時に。やばい、めっちゃお腹鳴る。お寿司と、え、わかる、お寿司食べたくなるよね。お寿司か、私牛タンが食べたい。牛タンめっちゃ好きなんですよ。うなぎバターってなんかすごい、確かに、え、もうね、うなぎの上にもうそのまんまポンって乗ってんの、バターが、もうね、美味しそう、めっちゃ。あ、もうね、大学生になったら、ね、え、ありがとう、あれじゃない、おめでとう、大学生になったんだね、おめでとう、みんみんおめでとう。あ、僕も大好きね。牛タン、あ、確か同じ名前、牛タン好きです。厚切り、え、そう、厚切りのが好き。一人でもあの牛タンのあるじゃないですか、お店、定食屋さんっていうのかな、一人でも行くぐらい好きです。これ別に牛タンが販売されてる、え、そうなの、え、販売、え、やね、屋台みたいな感じ、いいなぁ。そう、噛み応えがあるものが好きなんです。あ、今9時9分だ、9時半までやろうかな。そう、一人ご飯、なんか前までは一人ご飯でも一回、私あの時間潰すためにファミレスに入ったことあって、でもファミレス入って、でも店員さんがいなか、なんか忙しかったのかいなくって、で私3分ぐらいそこであの立ってて、でも店員さん、なんかすいませんってそう言えない、なかなか言えなくって、自分でそう声かけられなくって、まあいいやと思ってもう出ちゃったことある。ちょっと気まずくなっちゃって。固めの、あ、固めのグミ、わかる、固めのグミもいいよね、私も好き。さあ、アピールできないですね。そうそう、3分ぐらいいて、ボタンもね、なかった、なかった、てかなんかわかんない、 あんまりなんか、ね、店員さん、その辺り見渡したんだけど店員さんが見つけられなかった、見つけられなくって、そう、多分いなかったんじゃない、もう私の時いなかったのかもしれない、え、なかったと思う、わかんない、あのファミレスで友達としか、一人で行ったことないし、いつもさ店員さん いたから、え、混んでない混んでない、入った時に私一人だけだったもん、一人で、あの立って、でも。そう
そう呼びづらいんですよ。ラーメン行けないかも。いや、わかんない。意外といけるかな。いや、もしかしていけるかもしれない。意外と俺が呼んであげる呼んでほしかった本当に。そういう時なんかさ、そうなのかな。でも私が見る限り店員さん見当たらなかったんだよね。でもやっぱ、でも忙しくしてたのかなラーメンお一人、確かにそうだね、お一人様。そう、福岡で、あの博多で、あのなんだっけ、博多ラーメン、博多の有名な豚骨ラーメンをあゆみと食べに行ったんですけど、めっちゃ美味しかった。やっぱラーメンって美味しいですよね。細麺、なんかさ、あのバリカタ、片面かバリカタみたいな選べて、それでもね普通にしちゃったもし次行ったら片面とか、なんかさ、どんな感じかさ、バリカタとかもさ、なんかどんな感じなのか、そういうオーダーさ、今までしたことなかったからさ、しなかったけど、今度もし博多へ行く機会があったらしてみたいな。お一人様は、意外といけるかも意外と、意外と入れるかも。あ、確かに確かに、一覧、確かに。一人映画したことない。でもね、今めっちゃコナン君見たいんですよねコナン君見に行きたい。一人映画したことないけど、してみたい。してみ、何なら、でも意外と、でも一人、今あのネズミランドって言ったら大丈夫かな。普通に言っていいのかな。ネズミランドはいけないかも、一人ではコナン2回見に、そうなの、フォアママ行ったの。いいの。もう私、あの配信、あのめっちゃ配信サイトでコナンくんの映画とかアニメとかが全部配信されてるのがあるんですけど、もう毎日なんかメイクしてる時とかに見てるんですよ。そう、めっちゃコナンくん見るの好きで、だよね、面白そうだもん、見たいよ。一気に、そう一気に公開してるんですよ。お、警察学校、本当に、配信されてる。なんかさ、5月1日からさ配信するのあるよね。あ、スパイファミリー見てる。あ、そう、私ね、今期ね、アニメね見てるよ。スパイファミリーと、あと友達ゲームと、あとなんか、あ、なんだっけ、あの題名はもう覚えてるの、村人 A になるみたいな、村人 A。 すごい話飛んだアーニャ、アーニャピーナッツが好き。かわいいよね、アーニャめっちゃかわいい。なんかね、テンスラじゃないんだよね、なんか村人 A になるみたいな、なんだっけ、そう、友達ゲーム面白いよね。ゼロの、あ、見た、あの1話だけ見た。安室さんのだよね、見たよ。あ、そう村人に転生って、そう、見てる、それも見てる。
あと進撃の巨人、進撃の巨人も見てるかな。あとあのあれ、あーなんだっけ、なんだっけな、あのマネージャーする、マネージャーするやつ、あやばいやばいやばい、マネージャーの、あヒロインたるもの嫌われヒロインと内緒のお仕事みたいな、庭のかな、そうめっちゃ結構ね見てるんですえ、進撃、え、終わった？待って、私まだね、終えてない、もう終わっちゃったの？あら終わっちゃったの？かぐや様見てないですね。え、そう、なんかね、寝る前とか、あと電車の中とかで見てますあ、そう、あとあのメイクしてる時とかに見てますね、私。そう、アニメ面白いですね。来年また、あ、そうなの、あ、漫画終わった、あ、原作、あ、見た見た漫画、めっちゃ前にファイナルシーズン1終わって、その後あの続き気になってみました。あ、そうだよねあ、なんだなんだ、アニメはまだか。来年が考え、メイクしても、メイクして、え、自分であのメイクしながら、メイクしてあのその携帯流しっぱにして感じ、流しっぱにしながら、そう、たまにチラチラ見たりして、そうメイクしてます。コナンで、え、コナン灰原さんが好き、愛ちゃんが好きです。灰原さん声がめっちゃ好き声めっちゃ好きなんですよね。私もメイクしながら動画見、あ、本当に一緒だ、一緒、メイクしながら、え、そうなんです、なんか何かそう YouTube 見たりとかアニメ見たりとか何か流しながらいつもメイクしてますえ、本当に、え、意外、そう、愛ちゃん好きなんですよねあ、待って、今何時だ、あ、20分、じゃ25分になったらランキング読みたいと思います。あゆちゃんとエヴァの、え、ね、そうだよね、知ってるね、綾波レイちゃん、私も綾波レイ、そう、最近ね知った綾波レイちゃん、あんまエヴァンゲリオン詳しくないけど綾波レイちゃんかわいいえ、私も、え、本当に、あいちゃん好き、あ、チーク AC です、あー確かに、え、でもね意外といける、大丈夫、エヴァンゲリオン。ドラマはね、ドラマ、うん、見てないですね。ドラマ見てないけど、映画ならめっちゃ見た。映画ね、あのネットフリックスのオリジナルの見ました。めっちゃ号泣した。え、そうなの、ポケモンの武蔵、え、そうだって、すごい、そうなんだ、キングダム、キングダムはあの初見でなんかめっちゃ前に、去年かな、去年キングダムの
あの配信されてるの、配信されてて、映画が、実写の映画、それ見てめっちゃ面白いと思った。でもアニメとか見てないな。そう、でも映画、実写の映画見てね、めっちゃ面白いなって思った。3回、あれ映画はね3回ぐらい見ましたかっこいいんですよ、すごく。待って待って、あと3分だ。鼻かゆい。そしてと、あ、そう、あの桜の、桜のやつ、もう題名覚えてない題名覚えてないけど、桜の見ました。キングダム、あの山の、山の民だっけ、山の民、そう、あの山の民こう外して、で、あのあれだと思ったの、男の人かと思ったら、そう、女性で、そう、めっちゃびっくりした。そう、ヨウタンは、そう、ヨウタンはが好き。ヨウタンはめっちゃかっこいいそう、ヨウタンはの、もう今言えないけど、ヨウタンはがあの言ってたセリフを、なんかあの、なんか覚えて、覚えて一緒になんかいや、もう何でも恥ずかしくなくて、な、何でもないですちょっと待ってね。そう、めっちゃかっこよかった。明日の衣装はね、え、決まってますよ、お楽しみにだってさ、さすがにさ、そう、ヨウタンワが言ってたセリフを一緒に、なんだっけ、なんて言ってたんだっけ、あ、もう思い出せないわ、なん、もう忘れちゃったけど、そう言ってたんです、かっこいいし、戦闘シーンの前に、なんかこの、あ、この戦いにふさわしいのはただ一人みたいな、そう、そういうの言ってて、それはなんかシーンがめっちゃかっこよくて、で、そのセリフ覚えて、自分も心の中で一緒に言ってたっていう話明日は晴れるよね、今日は自分になって、あ、本当にね、そうだよね、確かに、あの、そう、私もクロフェスで検索してみたら、カッパレインコート着て、そう、ファンの方見てて、いや、そうだよね、で、あー、風邪ひかないように、明日はね、晴れるといいね。さすがアトライド口に出してるあんなかっこよくね言えないからね。待って、じゃあ、あれ読みます、ランキング読みます。まずは、13位からかな、13位、見えないよ、どこで見たらいいんだっけ、なんか自分のスマホも重すぎてさ間違ってたら言ってください。13位コバヤン、12位キッちゃん、11位野菜さん、10位いちごのまるまる豚屋さん、9位、あー、ステッ、あ、ステップロタズ、なんて読むんだ、え、これさ違うかな、合ってる、ステップロタズさんかな、ステップロタズさん、8位なほちゃん、7位いっちー、6位ハルト、5位トメッチー、4位あゆ、3位つばさん、2位カッパエディさん、そして1位はももはち、ありがとう、ありがとう、皆さんありがとうございます
ありがとう。大丈夫だったかな。ありがとう。ありがとうございます。そう、この後、そう、今日は、嬉しいお知らせがあるので。よかったら、この後。この後っていうか、ツイッターとか、インスタ。投稿、楽しみにしててください。配信ありがとう。ありがとう。私も楽しかったです。ありがとう。そう、ぜひお楽しみにしててください。見るね。お知らせ、お知らせ、ありがとう。そう。楽しみにする。ありがとう。そう、あと、なんだっけ、タワーレコードさんのフリーペーパーのタワーレコードプラスさんに載せていただいてるので、あ、でももうあれなのかないのかな。そう、もし見つけた方がいたらゲットしてくださると嬉しいです。ゲットしてください。あとね、ツタヤさんにも、渋谷ツタヤさんだとめっちゃ外観に大きい看板があるので、そう、ぜひこうやってなんだっけ、写真一緒に撮ってくださると嬉しいです。探しに行く。ありがとう。ぜひぜひ探してみて。フリーペーパー待ってきたよ。想像上かわいい。あ、そうそうなんです。想像上にしました。あ、チュートもなんか自分の好きなの着れるんですけど、あ、チュート迷ったんですけど、でもそう、一番初めにラストアイドルになって、一番初めに来たのが想像上のフルーツだったから、今約5年越しに来て、あー、もうなんか成長したなみたいな、懐かしく思ってくれたらいいなって思ったから、想像上にしました。そう、可愛いんですよ本当に。そう、めっちゃ可愛いんですよ。ルーツは本当に一目惚れした天才。え、本当にね、可愛いよね。みんなの並びね、そう、それぞれほのぴー、待って、メンバー、はる、わかなちゃん、ななみで、みんなあれなんですよ、衣装がバラバラだからすごいバランスよくて、白木めちゃん本当にそう可愛いですよね。ありがとう。あ、30分、そろそろ終わりにしようかな。ありがとうございます、たくさん。ありがとうね。今日はオンラインサイン会から今のお礼配信時間もありがとうございます。今日は1日2回配信しました。ありがとう、見てくださった方ありがとう。2617人の方ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、コメントいっぱいしてくださった方ありがとう、ギフトもありがとう。あとね、グッズとか CD 購入してくださった方ありがとうございます。明日はクロフェスあるので頑張ります。あ、待って、重すぎて、あー、重すぎてさ、あれなんだ、配信、あ、来た、あー、待って、切れないかも。この前もリレー配信の時も切れなくてタスクピッて切ったんですよ。でもそれでも切れてなくって、重くてね押せない。ちょっと待ってください。そう、切れないんですよ。
助けてボタン押しても助けてあげたい。ありがとう。ちょっと待って、重い。え、全然音。ちょっとタスクを切ってみます。ありがとう、ありがとうございました。おやすみなさーい。おやすみー、バイバーイ。